ちょっと坊主にしてみました。0 5ミリって一番設定で短いやつみたいですね。床屋に行ってきたら何かあったのとかって言われました。別にないですよって言っときました。まあ急に、ちょまあ前もスポーツ狩りで短めだったんですけど、なんか丸貼りにするっていうとなんか、なんか理由があるというふうに思われるみたいですね。それなん、なぜ丸貼りにしたかというと、最近本で読んだ ザポス,ポスっスでて靴や、なんかアメリカじゃアマゾンに買収されたみたいなんですけど、そこの社長の、そのトニー・シェイという人、その人のなんか写真見て、なんかいいなと思ったからやってみました。その T シャツ着て、なんか箱持って、それで笑いながら、なんか坊主で丸刈りで写ってる。それがなんかいいなと思いました。なんか、ま、丸刈りって、スマイルが似合うような髪型じゃないかなと思う。髪型っていうか、笑い顔が、微笑みが似合うっていうか、一番似合う、なんか髪型だなと思いました。 このザッポスの社長も笑いながら映ってますけど、結構いい感じです。見た感じ、あ私も頭の形悪いんですけど、この。 このザップスの社長も頭の形なんかあんま良くないですね。これあんま関係ないと思います。髪の毛みじ、ほとんどなくしちゃって、それで微笑めば、なんか一番綺麗なのかなって、と思いました。これでなんかザップスの社長も着てますけど、T シャツ着て、それかって笑ってれば、なんか印象、気持ち悪いって言われたら嫌ですけど、なんかあんま気持ち悪くないような気がしますね。なんか自分の顔見るだけでなんか笑える、なんか非常にいい感じですね。なんか久々になんか本当に心の中から微笑みが出てきたって、そんな感じでした。以上です。